大丈夫ですか？あちょっと、ま、足りないんですけど、はい、頑張ります。あなるほど、みんなそんなに日本語はそんな得意じゃまだないっていう感じですか？はい、この人は日本語ですよ。あ一番お上手な方、はい、じゃあ誰が一番モテるの？あこっちにはいないです。こっちあここにはいない。さっきあのちょっと頭小さいやついるんですよ。頭から足までアイドルっぽくな完全なアイドルイメージな。なんで今日その人連れてこないの？ドラマ撮影は一番忙しいんですよ。一番人気やから暇すぎる。あんまちゃったの今日面白いよ。いやいや人気は出てほしいんだけどな。あのユーキスっていうあの名前、はい、その由来っていうのは何なんですか？あのユーキスが英語じゃないですか？はい、頭文字ですよ。頭文字でユビキタスコリアンインターネショナルアイドルスーパースターっていう意味が込めてるんです。全世界で活動ができるっていう意味がある、まあ、ユビキタス、うん、はい、ちょっと理解できなかったんだけど、ユビキタスっていうのはどういうことなんですか？ユビキタス、ユビキタスは僕たちも知らないんですけど、知らないけど僕たちもさらに言えって言われて、じゃあもう由来はそれぞれ視聴者の皆さん自分で調べてください。知らないって難しいですね。ユーキス、まあでもこういう、まあ、キスがしたくなる、キスしたくなるっていうか、そう出して今出してる。キスしてくれんの？しない。ごめんなさいね。ちょっとしない。どんだけキスしたいんですか？はっきりと答え絶対しない。食べるさ韓国料理屋さんの美味しい店とかってあります？あ知りたい。私赤坂のカンジャンケジャンはよく行くの。 あそこ超美味しい。そうです。すごい有名になったでしょ。どこカンジャンケジャン。カンジャンケジャンってケジャンがすごい美味しい。あカニのやつね。ケジャン。あケジャン。ケジャンポーズ。ケジャンポーズ。それが人気がないと面白くない。うちも思った。これなんなん。ちょっと強いやつでしたね。ケンシャは話これなんてことやろ。なんかさ、もしよかったらなんですけど、アカペラで歌っていただけませんか？だったらその時活動したタイトル曲、うん、トゥアバスという曲を。あ、来た。トゥアバス。え、本人じゃなくてもできる？あ、できます。大丈夫？一番人気いないけどできる。暇な暇なようにできる。あまり歌上手じゃない。あれも歌上手なメンバー。やばい。あ、ね、あごよかった。すごい。一番人気ないんだ。そんな歌上手くないんだ。そうです。何がいいの？何がいいの？一番人気で一番に。本当に細くて優しくて、はい、なんか味噌天使。あへえ、笑顔が、あ笑顔天使。あでかい。あいつに時間会いたいですね。一番は頭がめっちゃくちゃちっちゃいんですよ。頭がちっちゃい。頭がちっちゃい。ちっちゃいよ皆さんも。あいつめっちゃちっちゃい。検索してみてください。検索してわかる携帯で。じゃあこれ、じゃあアカペラで、はい、実力見せつけてください。はい。はい。一緒に飲みに行きたいよ。面白いユーキス最高。トゥーオバス、はい、トゥーオバスです。聞いてください。トゥーオバス、Every day is Christmas for me。ちょっと待って。歌詞間違った。分かんなかったよ。あ、僕ちょっと厳しいですよ、ね、厳しい。いやでも歌詞大事よね。よし、じゃあちょっとよろしくお願いします。はい、お名前言いたい。トゥーオバスです。聞いてください。歌詞を間違えようにね。はい、はい、かわいい。いきますよ。トゥーオバス、Every day is Christmas for me。 めぐりはえた君との奇跡、きっと Every day is Christmas for us。 もう一度君に誓うよ、変わらぬ愛を。
ほら昨日の涙も雪に溶けてく。はい、見かけによらず歌がすごいうまい。それギャップでしょ。ね、ギャップ、ね、ギャップですよ。すごいギャップが大事。そういうちょっとこうリスペクトしてるグループとかっているんですか、やっぱりその。スペクあ尊敬してる、日本なんかでも活躍してるグループなんかでいうと。僕はあの、うん、EXILE さんが本当に大好きで。東方神起じゃないんだ。皆さん日本に来てこの国の習慣で驚いたこととかありますか？結構ありますね。最初来た時タクシー乗るんじゃないですか。もともとタクシーは自分がドアを開けることなんですけど、開けるとすればいきなりポッと自動で開けてびっくりした。韓国って自分で開けるんですか？いや日本ぐらいですよ。他の国はほとんど自分で開けます。そうです多分僕日本だけで自動ドアです。自動ドアでタクシーの自動にするその車を持ってるのは多分日本しかないと思います。あと後ろのお二人は僕ありますが、まあ、名前は分からないけどなんかトイレなんかベンギ便器、便器、便器上でなんか水が出ることは初めて見ました。それ何の用ですか？手を、手をあの洗うのために初めて飲みました。本当に飲む水だと思って飲んじゃったの？あれ一応ね、手を洗うでしょ、一応そうなんだ。一応手は恐れ不思議だったですよ。なるほどね。韓国でもなかったウォシュレット。ホテルとかあるよね。ウォシュレットあるでしょ今は。ウォシュレットは日本のものを使ってるホテルなんかだとあると思いますよ。でも僕たち1回でも見たことない。まあだから自分家とかにはないってこと？はい、もちろんないでしょう。そうか。だから別にあるから。白いな。え、お尻を洗う場所があるの？あ違います。うわ1人しか受けてなかったけど。1人しか受けてない。笑いのツボがリアクション大きすぎですよ。大場所暗いでしょ。厳しい。いいの、面白くなくていいの。確かに笑いすぎだ、笑いすぎだ、笑いすぎだ。まだ何回もいるんですか？違うか。何これ。ただ女性のお尻見たらお尻って言うの？ただお尻見て、ただお尻見て。じゃあ次は日本の言葉を聞きたい。愛してるとかいろいろあるじゃん。まゆ。まゆ。うまいの反対。まゆ。まゆ。まゆ。サギとかシスとか。いやいやいや、逆に読むのが好きなんだ。あまゆ。終わり始めて。ギロッポンとか。はい、ギロッポン。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 どういうことって手当たりしない。手当たりしないお尻。あ、攻撃やめてください。急に NG 入ったんだけど。急にやめてください。やめるよ。手当たりしない。どういうことよ手当たりしないは。初めて日本に来て覚えた単語が手当たりしない。そんな状況でそれを。なんかステージの上でファンの皆さんに手当たり次第という単語が好きって言うとめちゃ笑ってくれました。それでそっちから近づいて今は彼が教えてあげます。教えて。自分があの辞典を見て勉強したりしたら手当たり次第何かをするっていう言葉に繋がるんだよね。はい、手当たり次第お尻を触る。あ、違う。これからお尻ふんで。お尻ふん。ファンの人たち言われる。名前もふんだしね。いや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 。あなたが言っちゃダメでしょ。それでちょっとユーピスとか一周にしてもらっていいですか。一周にしてほしい。
然大丈夫。そうそう、日本食。日本食全然大丈夫。日本好き。寿司とか。日本食。あ、日本食べ物です。あ、本当に美味しいですよ。日本食うまい、やっぱ。はい、うまいですよ。この人、本当に素晴らしい人です。だから急に日本人日本急に何を何を何を真面目な顔で今すげえ怒ってたから最後まで聞いてください。あ、最後まで聞いてください。日本人が素晴らしい方で、はい、この人が、うん、あのつけ麺が好きだったんです。つけ麺ね、ラーメンのね。それでそれを SNS とかにいっぱいなんか、あ、美味しい美味しい、食べたい食べたい言って、うん、今そのつけ麺とコラボしてるんです。一人だけ。日本のどこ、はい、鉄っていう。お、鉄、はいはい、有名な店ですよ。最後熱い鉄入れたりするってことでしょ。はい、それで今あのスヨンセ、僕の名前スヨンですけど、スヨンセットがありますよ。はい、メニューです。どういうセットなんですか。まあ、ただつけ麺ですよ。スヨンさんがいつも食べてる。あ、美味しいだけだから。正直どうなの、その一人の仕事。面倒くさいです。いろいろ不満あるね、後ろ、後ろの二人。結構、いいよ、いいよ。一人でやってるの、ずっと。言って言って。いよいよ、好きな子、食べ物。あ、好きな食べ物、何？コラボしたいの、いよいよ、コラボしたいの。結構みんな見てるから。シャブシャブが好きだから。しゃぶしゃぶ、まで頑張りますので、はい、しゃぶ、はい、お願いします。しゃぶしゃぶが好き、はい、いける。じゃあ僕は納豆が好きです。あ、意外。納豆グリーンとかやればいいじゃん。納豆グリーンを本当に好きです。納豆、納豆大好き。本当にです。体にいいしね。はい、納豆いいんですよ。ふんちゃんは。僕はタンパク質、はい、タンパク質だけだったらいいんです。タンパク質、ささみね、ささみ。食べ物